改めまして皆様こんにちは。本日はお足元の悪い中、お見舞いよさこい会和気あいあい結成20周年記念公演に多数お越しいただきまして誠にありがとうございます。私は6年ほど前まで和気あいあいの MC をしておりました稲と申します。本日なぜか司会をやれということで仰せつかりました。拙い司会ではございますが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。司会で声が出ます。それではまずはお見舞いよさこい会和気あいあい代表長作慎子よりご挨拶申し上げます。まりは旧御御川町商工会観光課からふるさと祭りでよさこいを踊りませんかという募集があり、またよさこい連絡協議会北天会さんの指導で全国的に踊られましたどっこいしょと千葉のオリジナル曲よさかいちまを教えていただき披露したのが始まりです。それで終わりにするのではなく、一人一人が主役となり町の活性化で指揮をすることを目的に結成されました。当初200人近い会員で練習するにも困難な時もありましたが、家の事情や体力的なことで大会スタッフも多数辞めてしまい存続の危機にもなりましたが、よさこいを踊り続けたいという熱意があったからここまで続けてこられました。いろいろありましたが、あっという間の20年間でした。私たちは旧御御川町が主題松本幸四郎の生誕の地ということで歌舞伎をテーマに、また各弁護には香取市を PR しながら香取市に鎮座しております香取神宮をテーマに曲や衣装、振り付けなどに取り入れてまいりました。そのオリジナル曲の中でも2021年の時いわゆる私たちにたくさんの経験やいろいろな景色を見せてくれた曲です。これからも今までの曲も含め大切に演舞してまいりたいと望んでおります。そして25年30年と長く続けていけたらと考えております。今後ともお見舞いよさこい会和気あいあいをよろしくお願い申し上げて私の挨拶といたします。本日はありがとうございました。続きまして、ご来賓の方よりご祝辞を頂戴いたします。本日、ご多忙の中、お越しいただいております香取市長、伊藤智則様、よろしくお願いいたします。